父と子と聖霊の皆によって、アーメン。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に、またあなたと共に。皆さん、聖なる祭儀を行う前に、私たちの罪を認め、許しを願いましょう。全能の神と兄弟姉妹の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、怠りによって、たびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟姉妹の皆さん、罪深い私のために、神に祈ってください。全能の神、慈しみ深い父が、私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。すべてを治められる父よ、御旨に従って生きる人に、あなたは神の国の喜びを備えてくださいます。あなたからいただくすべてのものが、救いの御業の完成に役立つものとなりますように。主キリストは生きて治めておられます。よいよとこしえに。アーメン。ホセアの預言。主は言われる。イスラエルよ、立ち返れ。あなたの神、主のもとへ。あなたは咎につまずき、悪の中にいる。誓いの言葉を携え、主に立ち返って言え。すべての悪を取り去り、恵みをお与えください。この唇を持って誓ったことを果たします。アッシリアは、私たちの救いではありません。私たちはもはや軍馬に乗りません。自分の手が作ったものを再び私たちの神とは呼びません。親を失った者はあなたにこそ憐れみを見出します。
私は背く彼らを癒し、喜んで彼らを愛する。まことに私の怒りは彼らを離れ去った。梅雨のように私はイスラエルに臨み、彼は百合のように花咲き、レバノンの杉のように根を張る。その若枝は広がり、オリーブのように美しく、レバノンの杉のように香る。その陰に宿る人々は再び麦のように育ち、ブドウのように花咲く。彼はレバノンのブドウ酒のように称えられる。ああエフライム、なおも私を偶像と比べるのか。彼の求めに応え、彼を見守るのは私ではないか。私は命に満ちた糸杉、あなたは私によって実を結ぶ。知恵ある者はこれらのことをわきまえよ。わきまえある者はそれを悟れ。主の道は正しい。神に従う者はその道に歩み、神に背く者はその道につまずく。神の御言葉。私のうちに清い心を作り、あなたの息吹に私を強め、新たにしてください。私をあなたの元から退けず、聖なる息吹を私から取り去らないでください。あなたの息吹を受けて、私は新しくなる。救いの喜びを私に返し、あなたの息吹を送って喜び使える心を支えてください。私はあなたへの道を教えよう。罪人があなたのもとに帰るように、あなたの息吹を受けて、私は新しくなる。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。真理の霊はあなた方を真理に導き、私が話したことをすべて思い出させてくださる。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。主は皆さんと共に、またあなたと共に。マタイによる福音。主に栄光。その時イエスは人たちに言われた。私はあなた方を使わす。それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。人々を警戒しなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で
持ち打たれるからである。また、私のために、総督や王の前に引き出されて、彼らや異邦人に証しをすることになる。引き渡された時は何をどう言うかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。兄弟は兄弟よ。父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。一つの町で迫害された時は他の町へ逃げて行きなさい。はっきり言っておく、あなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちに人の子は来る。主の御言葉。クリストに賛美。イエス様に従うデスたちは、福音宣教の別伝えるのは、その危ないところ、また自分の命もかかっている世界中で、その嫌われているということは、イエス様のようなこともこの弟子たちにイエス様が教えていました。どこの時代でもこのイエス様の弟子ということは簡単な道ではなく、いろんな人、また自分の家族からもその嫌ということも嫌われているということもあるではないでしょうか。今の時代で私たちの信仰を、この信仰は神からいただく、またいろんな欠点、弱いところもあるけれども、いつも神様は私たちの改心を毎日待っておられます。第一朗読もこのイスラエルを立ち帰れ、神様に戻って、その改心を呼びかけています。この金曜日のミサで慈しみ神様のことも、私たちキリスト教としてカトリック教会のミサでいつもとがをあっても神様はいつも許される、こういった意向は私たちの自分の心の中で、この神様の慈しみ、神様が私たちの今日一日気がついて、また良い方向に歩くように、このミサを一緒に祈りますよ。アーメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの救いの杯となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さんともに捧げるこの生贄を、全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りますよ。神の栄光と賛美のため、また私たちと全教会のために、あなたの手を通してお捧げする生贄を、神が受け入れてくださいますように。万物を納められる神よ、あなたの栄光をたたえて、供え物を捧げます。
私たちが誠の礼拝を捧げ、永遠の幸せに預かることができますように。主キリストは生きて治めておられます。いよいよ常しえに。アーメン。主は皆さんと共に、またあなたと共に、心込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げますよう。それは尊い大切な務めです。聖なる父よ、最愛の子、イエス・キリストを通して、いつどこでもあなたに感謝を捧げることは、誠に尊い大切な務めです。あなたは御言葉によってすべてお作りになりました。御言葉である御子は、救い主、あがない主として、私たちに使わされ、聖霊によって人となり、乙女マリアから生まれ、身胸を果たして、人々をあなたの民とするために、手を広げて困難に身を委ね、死を滅ぼして復活をお知らせになりました。私たちは声を合わせて歌います。天使とすべての聖人と共に、あなたの栄光をたたえ、聖なる、聖なる、聖なる神、すべてを治める神なる主、主の栄光は天地に満つ、天には神にホサンナ、主の名によって来られる方に賛美、天には神にホサンナ。誠に聖なる神、すべての聖聖の源である父よ、今、聖霊を注ぎ、この供え物としてください。私たちのために、主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、裂いて弟子に与えて仰せになりました。みんなこれを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される。私の体である。食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて仰せになりました。皆これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の地である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主よあなたの死を告げ知らせ、復活を褒めたたえます。再び来られる時まで。聖なる父よ、私たちは今、主イエスの死と、復活の記念を行い、御前であなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの清会を思い起こす、清子、フランシスコ、私たちの好きを、トマサクイナス・マイダ・マンヨと、ウサスキヨ、パオロ・サカイ・トシヒロ、すべての奉仕者と共に、あなたの民を、まことの愛で満たしてください。また、復活の希望を持って眠りについた、私たちの兄弟・姉妹と、あなたの慈しみのうちに、亡くなったすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今ここに集う私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、人とすべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによってキリストと共にキリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神、父であるあなたに、すべての誉れと栄光は、世々に至るまで。アーメン。
主の死を守り、御言葉に従い、慎んで主の祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に王政になりました。私は平和を残し、私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、悠々とこしえに。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。世の罪を取り除く神の子羊、慈しみを私たちに。世の罪を取り除く神の子羊、慈しみを私たちに。世の罪を取り除く神の子羊、平和を私たちに。世の罪を取り除く神の子羊、神の子羊の食卓に招かれた人は幸い。主よ、私はあなたをお迎えするにふさわしいものではありません。お言葉をいただくだけで救われます。救いの源である神よ、今受けた恵みを深く味わわせてください。遺跡の印によって示される救いが、私たちのうちに実現しますように。主キリストは生きて治めておられます。悠々とこしえに。アーメン。
皆さん一人一人このミサに共に祈ってくださってありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。感謝の詐欺を終わります。行きますよ。主の日はのうちに。神に感謝。